はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。週末はね、仕事で馬車馬のように働いてたんで、動画投稿できませんでした。先週の続きやっていこうと思います。よろしくお願いします。マクミランキング、まだ勝利ができておりません。で、次の、出走が4月の4週目ですね。4月の4週目京都です。それに向けてトレーニング頑張っていきましょう。で、3月5週目はもう全て終わったんで、次の週に終わってるな、次の週に行きましょう。来月から東町幼児騎手がアメリカ1年間長期遠征をされるそうです。向こうでも頑張ってほしいですね。今月新たに入賞が決まった馬です。デビュー戦でどんな走りを見せてくれるんでしょうね。おマクミランクイーンが7月1週目函館2歳新馬戦に出ますね。マクミランクイーン入社おめでとう。そして、3月の収支結果やば、あ、工事費か2億出てる。収入60万、支出2億821万。うわ、大赤字やな。おヨークが誕生しました。デベロッペ系の血を引く子馬が生まれましたね。牝馬なので牝馬としてはつながっていきませんけど、活躍してくれるといいですね。女の子か。なお強が生産した牧場長お気に入りの牝系の子孫を活躍させると牧場長の有効度も上がっていきますよ。強、そういえば、牧場の外れに桜が綺麗に咲いたそうですよ。ちょっと見に行きませんか。行く行く。うわー見てください、満開です、とても綺麗ですね。本当に誰？桜見に来たら、なんか有馬桜子さんっていう方がいた。あれ、あなたはもしかして。申し遅れました、私は有馬桜子と申します。やっぱりあの競馬キャスターの有馬桜子さんですよね。今日はどうしてここに。ふふふ、番組の特集で最近活躍されている生産牧場のロケに回っているところなんです。そうしたらこの綺麗な桜が見えて、ちょっと休憩にと。あくまで僕の牧場に来たのではなく、桜を見に来て会った感じやね。生産牧場のわけですか。もしかしてその牧場の名前はブイブイ牧場とか。いいえ、別の牧場ですねと。まあそうでしょうね。そうですか、あははと。ふふふ、いずれ強さんともどもブイブイ牧場さんも取材させてくださいね。それでは今日はこれで失礼いたします。来ましたか強。有馬桜子さんはうちの牧場をご存知でしたよ。次はうちの牧場を取材してもらえるように頑張りましょうねと。頑張ろう。電話来た。はい、こちらつよです。こんにちは、青島先生と。はいはい、そうですか、いよいよですね。わかりました、ぜひ今後ともよろしくお願いします。それでは失礼します。調教師の青島先生からのお電話だったんですが、
マクミランクイーンの今後についてとても期待できるということでした。マクミランクイーンの今後は楽しみですね。マクミランクイーンをお気に入りにして成長を見守ることができますが、お気に入りに設定しますか？しとこ、お気に入りに。わかりました。マクミランクイーンをお気に入りに設定します。能力ちょっと今見えてるけど、どんな感じやろう。ちょっと馬情報で見てみようか。え、結構強ない？パワーと柔軟性 A なんやけど、すでにマクミランキング抜いてるんやけど。スピードが F プラスか。で、勝負根性がいい、瞬発力 G。 パワーと柔軟性すごいな。手前をスムーズに変えていきます。右回りでも左回りでも苦にしないでしょう。うんうんうん、期待できそうやね。でも問題はこのマクミランキング、なんとか初勝利をプレゼントしてあげたい。デベロッペ19、この前生まれた子やろ。あ、この前生まれた子、男の子か。さあ、トレセンに行って、マクミランキングはもうお任せでいいや。で、マクミランクイーンよ。いや、スピード上げていきたいよね。この中でスピードが一番上がるのはこれウッドチップかな。あ、いっぱいにしたらやっぱいけるか。ちょ、いっぱいにしてみよう。えい、今日も終わり、次の週に行きましょう。いろんなレースがあるな。さあ、4月2週目。キングはお任せ。お、スピードが上がった。瞬発力もリーか。マクミランクイーン、疲労結構溜まってるな。
いっぱい。よし、これで調教 OK。 さあ次の週行きましょう。来客とか誰も来おへんね。お、来た来た。こんにちは、つよさん。ふふ、つよさんのマクミランキング近頃成長を遂げたように見えますわ。スピードが伸びてきたんじゃないかしらと。競走馬と接していて最も充実感が得られるのは勝利の瞬間と、もう一つこの成長を確認できる時ですわねと。これからも強さの競走馬たちの成長をより一層期待していますわと。成長もいいんやけどね、早く勝ちたい。早くマクミランキングに初勝利をプレゼントしてあげたい。マクミランキングスピードアップ、瞬発力アップ。言うても来週か。うわ、マクミランクイーン。調子バツ85、疲労3。マクミランキングが調子丸88、疲労56。あれ、さっき僕調子と疲労見間違えやったかな。疲労3って書いてる。全然使えてないってこと。とりあえずスピード、勝負根性、瞬発力上げなあかんやろ。さあ今週つよの出走といえばこのようになっています。さあマクミランキング3回目の3歳未勝利戦です。騎手の、都合がつかなかった馬がいますね。依頼騎手が変更されていますので出走予定馬リストで確認してくださいと。なるほどね。和田さんね。こんにちは、つよさん。ふふ、つよさんのマクミランクイーン近くの成長を遂げたように見えますわ。瞬発力が伸びてきたんじゃないかしらと。って言っても瞬発力 G よ。馬が成長する瞬間、それは勝利と同じくらいの大きな喜びを得られます。これからつよさんの競走たちの成長をより一層期待していますわ。こんにちは、つよさん。またまた遊びに来ちゃいましたと。お、今回は集団馬房を工事したんですね。あ、そや、集団馬房がもう出来上がったか。なるほど、ブヒブヒ牧場はどんどん発展していきますね。あの小さかったブヒブヒ牧場がどんどん発展して賑やかになっていく。私牧場が大好きなので、そんな姿を見るのが本当に楽しみなんですよ。これからもブヒブヒ牧場の成長を楽しみにしていますからね。ありがとう。集団馬房の工事が終了しました。これでよく成長させて早めのデビューも可能になるのでしょう。こんにちは、千代さん。
知り合いの馬主さんからそろそろブヒブヒ牧場の工事が終了すると聞いて来たみたいですよ。おお、これが集団馬房か、そうですねと。なかなかいいじゃないですか。ですがうちの牧場は負けていませんよ。中でも自慢は獣医施設です。獣医とかいるんや。こういった設備がないと汎用馬に何かあった場合大事になります、なりかねませんからね。いつでも対応できるようにしてありますよと。谷山さんの言う通りかもしれませんね。今後の参考にさせてもらいましょう。まあ、また新しい施設建てるのいいや。とりあえず買ってから考えよう。つよ、完成した集団馬房は最大レベルまで拡張すれば新たにもう一つ建設できます。集団馬房を複数建設するとヨークの成長促進効果が上がります。さらにはヨークの勝負根性も鍛えやすくなるという話ですよ。もし機会があればぜひ検討してみてください。それでは失礼しますね。作った方がいいんかな、作った方がいいのかな。レベル上げた方がいいのかな。拡張しちゃった。さあ調教していこう。あ、調子残額になってる。疲労55。よし、じゃあマクミランキングのレースですね、行きましょう。買ってくれよ。次は京都4レース3歳未勝利戦です。マクミランキングが出走しますね。応援しましょう。ああ、そこの君だよ。君、他に誰がいるというんだ。隣にいるのが強いという、新米馬主かねと。誰こいつ。本年より、馬主となりました強いです。私は秘書の朝比奈すみれと申します。初対面かと存じますが、どちら様でしょうか。なんだ、私のことも知らないのか。私は大鳥まさき。日本馬主会の頂点に君臨する馬主と言っても過言ではないだろう。君も馬主の端くれなら私の名ぐらい聞いたことがあると思うか。宿長屋にむっとしやつ来たな。これはご丁寧に挨拶をいただきありがとうございます。それで大鳥様、本日はどのような。別に用というほどのものでもない。馬主仲間からなかなか面白い人物が仲間にしたと聞いたから、それほどのものかと思ってねと。強くパトックでマクミランキングを見させてもらったよ。新米馬主には少々持ってないレベルの馬であるようだ。君の相馬眼、相馬眼確かなのは認めよう。だがしかし、我が相馬大鳥ヒロにとっては些細なこと。力の差は歴然としているのだよ。大鳥ヒロと言いますとマクミランキングと同じレースに出走する馬ですね。その通り、つまりこのレース、残念ながら金の馬が勝利する可能性は皆無に等しい。大鳥を冠とする馬と同じレースに出走した不運をないくのだな。随分と自信が終わりのようですが、勝負には絶対はありません。ゴール坂を通過するまで、体現走合を控えた方がよろしいのでは。恥をかくことになるかもしれませんよ。よう言うた。よう言うた、朝比奈さん。
まさか大鳥広に勝つ気で言うというのか、もうそのそこまで行くと笑えないぞ。これまで数え切れないほどの一番人気が呼ばれてきているのです。馬場の状態一つ変われば勝負の行く末がどう起こるか分かりませんよ。そこまで言われたら私も後に引けんな。よかろう、私の大鳥広と君の、マクメランキング、どちらが先着するか勝負しようではないか。万が一もありえないが、もし君が勝った時は、そうだな、新米馬主はもったいないがいいものをくれてやろう。ただし大鳥広が勝利した暁には無礼な態度をさらしてもらうぞ。つまらないレースに楽しみができたよ。それに関しては君にお礼を言わないとな。一方的に勝負を刺されることになりましたね。開いた口が使われませんでした。大鳥さんに負けるなどみじんも考えていないようですが、あの自信はどこから来るのでしょうか。まあ気にせず、マクミランキングの発信に期待しましょう。よし、じゃあパドック見ていこう。あの感じの会話の流れやったら、やっぱあの大鳥の馬が一番人気なのかな。一番マッチのビジョン 13.56 番人気、2番ダッシュピレネ 38.9 10番人気、3番アンバービクトリオ 56.6 11番人気、4番ゴールデンエバート25.19 番人気、5番テイエムドミニオン 16.07 番人気、6番チャペルコンサート 11.25 番人気。まあ一番人気出てきてないですね。7番大鳥ヒーローリバやないかい。あんだけ偉そうに言っといて、お前の馬2番人気やないか。で8番マクミランキングが3番大鳥の馬に負けた。一番人気はこの馬やな、サニーベイブ。全然関係ない馬が一番人気でしたね。で10番が東海マッハ、8番の4番人気、そして11番がレギュラーミスワキ 18.9 倍、8番人気ですね。さあ次は新聞見ていきましょう。いやマクミランキング20丸ないわ、先行き不安やわ。もう先行でそのまま行こう。よし頑張るぞ、レース行きましょう。京都競馬場本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。マクミランキング前に行きそうです。チャペルコンサート、それに続いています。さらにはレギュラーミスワーキ、3番アンバービクトリア。さあマクミランキングのカメラ視点でいきます。先手を取りました。その外から8番ですね。その隣にマクミランキング、その横にレギュラーミスワーキ、内からはダッシュピレネ、その隣にチャペルコンサート、その横にゴールデンエバート。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のサニーベーブ後方につけています。では前の方から町のビジョン先手を取りました。ダッシュシュピレネ、それに続きます。大鳥ヒーローすぐ後ろ、アンバービクトリア、それに続いています。その隣に東海マッハ、1000メートルを通過しました。少々スローペース、
後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。いい感じで上がってきた。そして1番マチノビジョン、マクミランキング、先頭に襲いかかってきました。オートリーヒーロー3番手、ちょっと仕掛けるの早いんじゃないか。大丈夫か。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマクミランキング、マチノビジョン、その後ろダッシュシピレネ続いています。その外からはレギュラーミスワキ、豪快マッハ続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はマクミランキング2馬身ほどのリード。いけ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 、相馬突き放せ。あと 200m、 マクミランキング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マクミランキング先頭、いけ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 、マクミランキング1着、2着にはどうやらサニーベイブ、見事に勝ちました。マクミランキング、サニーベイブ、わずかの差で勝利を逃しました。来ました。いや逃げ切った。ナイスナイス。どう、あの大鳥の馬何着なになに、9着ではないですか。大鳥ヒーローさん。やりましたよ、つよさん。今日のマクミランキング、本当にいい走りをしてくれました。この勝利を励みに、これからの成長を期待したいですね。いや、やりましたね、つよさん。マクミランキングが見事に勝ち上がってくれましたね。レース内容も高かったよ。ところで、つよさん。今日は和田騎手がいい騎乗をしてくれましたね。マクミランキングとの呼吸もぴったり合っていましたよ。どうでしょう。これからマクミランキングの主戦は和田騎手に代わってもらおうと思うんですが、よろしいですか。もちろん和田さん、よろしくお願いします。わかりました。これからマクミランキングの主戦は、和田騎手に代わってもらうことにしましょう。今日は勝つ自信がありましたよ。そう、やっぱり芝だとよく走りますね。あの馬はフットワークが完全に芝向きって感じですからね。それからマクミランキングには今日の距離は合ってますね。自信を持って乗れましたよと。だいたいこれぐらいの距離の芝でマクミランキングはいいかな。よく買ってくれました。ただだいぶ疲れてきてますから、しばらく間隔を空けた方がいいかもしれませんね。了解。おめでとうございます、つよ。マクミランキングが素晴らしいレースをしましたね。大鳥さんとの勝負もつよの完勝的ところでしょうか。ふん、ずいぶんご機嫌じゃないか。それも致し方ないか。何せ私の大鳥ヒーローに勝ったのだからな。強くどんな気分だねと。これは大鳥さん、幸いにもマクミランキングが優勝できました。新参者の馬が出しゃばった真似をし、誠に申し訳ございません。完全煽ってる。これは完全煽ってる。今日は大鳥ヒーローの調子がいまいちだったというだけの話だ。今日の結果がそのままの持続と思わないことだなと。しかし約束は約束だ。君にいいものをくれてやろう。ありがたく受け止めたまえ。まあ今回は負けを認めてやろう。名門大鳥家の当主は潔さも超一流だと見せてやらんとな。ではこれで失礼させてもらうよ。あ、何もらったんやろ。あ、言うだけ言って去っていかれましたね。初対面の方でしたのに少々いじめすぎたかもしれませんね。うふふふふ。結局何もらったん？え？何もらった？あれ？どなたかいらっしゃったみたいですね。ごきげんよう、つよさん。いよいよ今週から心待ちにしていた種付けシーズンですな。今日はつよさんにぜひ紹介したい人がいましてね。
忙しい中時間を作ってきてもらったんですよ。さあどうぞお二人遠慮なさらずにこちらにいらしてください。はじめまして吉野ファームの牧場長の渡辺です。つよさんのお噂はかねがね宿永さんから伺っています。ライバルは早めに潰した方がいいと思って今日は敵乗させに来たんですよと。なかなか失礼なやつやな。冗談がきついな。渡辺さんは今のは真に受けたらダメですよ。新しいお仲間が増えて私たちも喜んでるんですからね。皆さん相変わらずですね。それにしてもこれはすごいことですよ。つよ日本を代表するトップブリーダーのお三方が揃ってうちの牧場を訪ねてきてくださっているんですから。君たちも暇だね。3人揃って暇だね。天童さんこれだけ我々が強さに期待している証拠ですな。強さにもぜひ志を高く持って世界に通用する強い馬作りを目指してほしいんです。そのための第一歩となるのが種付けであり、馬参加にとって馬参加一番の腕の見せ所でもあるわけですなと。ちょっとなんか宿名が最近いいやつになってきた。質の良い繁殖品馬を買い求めて種付け量の高い種牡馬をつける。ベストトゥーベストが必ずしも正解にならないのが面白いところなんです。失敗から学ぶことももちろん大切ですよ。種付けの際には牧場の命運を分けるのは品系だと思います。うちは品系を大事に育てていきたいと常々考えているんですよ。まさに拓野さんのおっしゃる通りですね。牧場にとってのかまどとなる牝馬を基礎として大事に育っていくことも我ら、馬参加に課せられた使命の一つなんです。渡辺さんにしても同じように貧血に涙ならぬ情熱を傾けるおつもりでいるらしいと。一流と認められている牧場はやはり貧血を大事に育っていこうと考えています。強さもぜひ、先立ち先立ちに学んで自分たちだけの品系を育てていくように期待して していますぞ。仲良いは迷惑と思いつつも品系について語り始めると時間がいくらあっても足りませんな。忙しい時間になかなかとお邪魔して申し訳ない。それじゃあ我々はこの辺で失礼します。強さん馬さんの世界では名牧場に名品系ありです。宿賀さんたちに認めてもらえるように頑張っていきましょう。先日はマクミランキングが3歳未勝利で見事勝利してそれにとって記念すべき初勝利となりましたね。おめでとうございます。強おめでとうございます。いつかうちの牧場で生まれた馬でもオーナーに勝利をプレゼントしたいですね。初勝利のお祝いとして私からプレゼントがあります。これです。赤の守りです。これから何か達成した際にはささやかなプレゼントをしたと思っていますので頑張ってくださいね。ありがとう。お守りには赤の他にも銅、銀、金色のものがあり他の牧場にとって大事な馬を庭先取引で売ってもらえる際に一つとなります。このお守りは強所有馬が G1 をたくさん勝ったり年末表彰で表彰されたり偉業を成し遂げていくと入手できます。いっぱい集めて有効に活用していきましょう。種付けシーズンになりましたが種付けについて私の方から簡単に説明しておきましょうかとお願いします。種付けのルールからいこう。毎年5月から6月の種付けシーズンに21歳以下の繁殖牝馬に種付けを行います。種付けをした場合受胎不受胎にかかわらず、種牡馬の種付け料と同額の費用が発生します。なおブックフルの種牡馬を種付けするにはノミネーションセールで本株か寄せ株を購入する必要があります。受胎結果は種付けした月の終わりに出ます。5月の種付けで不受胎となってしまった場合でも6月に改めて種付けできます。無事受胎した繁殖牝馬は翌年4月
一緒に出産します。ノミネーションセール、ノミネーションセールの前にまずはシンジケートについて説明しておきましょう。シババの代金を何株かに分けて株主が共同で所有することをシンジケートと言います。シンジケートは結成されたシババを株主以外の繁殖品場に種付けする場合、規定の種付け料を取っていきます。これを余生種付けといって、この利益を持っている株数に応じて株主に分配されます。難しいな。この1回限りの種付け権のことを余生株と呼び、本株とともに、競売されるのがノミネーションセールです。本株を落札した場合は毎年1回無料で種付けできるほか、余生種付けの分の配当金が手に入ります。余生株の場合はこの年に限り1回だけ種付けできる権利ですので、今年に持ち越すことはできません。ノミネーションセールではそのあたりを踏まえて購入する必要があります。なるほどね。配合理論と評価。父の系と母の父の系との相性の良さを示すニックスや、近親交配によって同じ祖先の特徴を強く引き出すインブリードをはじめ、馬産の世界に様々な配合理論が存在すると言われています。種付けの際は成立している配合理論と、その配合理論により誕生するヨークの未知なる可能性を示す爆発力から、私たち牧場長が配合の総合的な評価を判定していますと。その評価に加えて近親交配による産駒の健康面への影響度を危険と表していますので、種付けの際はそれを合わせて参考にしてください。繁殖品系の馬にはダイナカール系やスカーレットインク系などの品系に所属する馬がいます。品系はシボバ、父系のつながりを示すサイヤーラインみたいなものなんで、母方のボトムラインでつながるケースになります。品系によっては大豚やダートなどの特性を持っている場合もあります。この特性は品系に所属する産駒たちの活動状況によって後天的に獲得するものもあって、産駒にも遺伝しますので、こまめにチェックするといいでしょうね。なお品系の特性は前品系の方よりも産駒に伝わりやすくなっています。品系を育てていくのには地道な努力の積み重ねになりますけど、ぜひ前品系を育てていって特性を受け継がせていってほしいですねと。難しい。牧場内にシボバ施設を建設していると、シボバを汎用できるようになるだけではなく、配合時にシボバ施設効果で爆発力が上がります。シボバ建設の規模が大きければ大きいほど、爆発力の効果も大きくなりますので、ヨークの未知なる可能性に近い場合はシボバ建設の過去帳を検討してみてください。種付けは一朝一夕に正解にたどり着けるものではありません。偉大な先人たちの中に一頭の繁殖品場にさまざまな手法をつけて成功したフェデリコ・テッショのような、名馬参加もいれば、逆に同じ手法をつけ続けて成功を収めた E.P. テイラーのような名馬参加もいます。配合の難しさ、奥深さも感じながら、ぜひ種付けを楽しんでください。あら、お客様でしょうか。はじめまして、こちらが新規開業した強さの牧場ですね。ルートリッチさん、初登場ですね。はい、そうですか。どちら様でしょうか。これは申し遅れました。私はアメリカにおいて馬主の方々の、レーシングマネージャーを担当しているルートリッチと申します。はじめまして、こちらはこの牧場のオーナーであるツヨツヨです。私は秘書の朝比奈すみれと申します。実はミスターシュナーから面白そうな牧場があると聞きましてね。まだこれからの牧場というところですが。あら、シュナーさんのお知り合いなんですか。カリフォルニアの競馬場にはアメリカでもなかなかお目にかかれませんよ。ただツヨさん、
この競馬界においてミスター鹿野と同様、あなたも大きな夢に向かって歩んでいくことでしょう。いつかその時が来たら、どうぞマガアメリカの競馬界に挑戦してみてください。我々はいつでもお待ちしていますよと。それでは今日のところはこれで失礼します。今度は競馬場で会いましょう。ルートディッチさん、紳士然とされていましたが、その口ぶりからはアメリカの競争文化に対する自信に満ち溢れているような印象を受けました。アメリカの競馬ですが、今の私たちには途方もない話かもしれませんが、夢は持っていたいですね。強こんにちは、誰かいませんかと。どうしたさまでしょうか。エナを知らないの、失礼ちゃうな、今日はもう帰るからね。でも帰れ帰れ、誰やねんお前。ふふふ、相変わらずですね、あの方は。何やらって言うんかな、足毛の馬大好きの思い一筋に、馬主秘書から表彰式のプレゼンター、果ては牧場経営者に至るまで様々な経歴を持つ名物お嬢さんですよ。エナさん、かなり個性的な方でしたね。なんとなくですが、これからも幾度となくお会いしそうな気がしませんか。あれ、つよ、画面右上のご覧ください、先週と比べてメタが増えていませんか。あれ、ほんまにお気づきになりましたか。朝比奈さん、あのメーターは強い周囲の方々のモチベーションを表したものなんですよ。モチベーションですか、当然強いが所有している競走馬が数と増えていきます。競走馬だけではなく、強いのお子さんたちが騎手や調教師になった場合、その勝ち星も加算されるのです。なるほど、競走馬をたくさん勝たせるだけではなく、強いのお子さんたちが騎士や調教師として、調教師として活躍すればさらに増えやすくなるんですね。でもこのメーターを伸ばすと何が起こるのでしょうか。メーターが最大になると、牧場や厩舎の働きが活性化して、養子の育成効果が大きく上がるんです。活性化の効果はその週のみですが、またメーターを最大まで伸ばしていけば何度でも活性化できます。競走馬やお子さんたちが活躍すれば、周囲が活性化して馬が強くなり、また活躍できる、そんな好循環を目指したいですね。なるほど、強の活性化をうまく活用して、強この活性化をうまく活用して、馬たちをどんどん成長させていきましょう。こんにちは強さんと。めっちゃ来るやん、今週めっちゃ来るやん。ふふふ、強さのマクミランクイーン、強くご成長を遂げたように見えますわ。スピードを伸びてきたんじゃないかしら。やはり競走馬の成長は人とまあ協力して子育て立つものですから、レースさもひとしおですわね。これからは強さの育成理論にも注目しながら、強さの育った競走馬たちの成長をじっくりと見守らせてもらいますわ。強、今週はいよいよオーナーブリーダーの腕の見せどころ、種付けについて説明いたします。はい、種付けは覚えてる、覚えることが多そうだし難しそうと。実はね、めっちゃ難しそうやね。ふふふ、だからこそやりがいがあるというものじゃないじゃない、やりがいがあるというものじゃないですか。確かに今回は説明はかなり長くなりますが、最後まで頑張りましょう。それでは早速種付けを実行してください。毎年5月6月だけ消費される一番上に並んでるコマンドですからねと。お、種付けのアイコンが増えましたね。でもこの種付けの話長くなりそうなんで、次の配信でやっていこうと思います。今回の配信は、ここで終わろうと思います。いや、マクミランキング、3戦目にして初勝利することができました。よかったです。はい、ではね、来週からは種付けから、来週じゃない、
次の配信から楽しくからスタートしていきたいと思います。では皆さん、ここら辺で失礼します。ありがとうございました。